自分じゃねスマートだと思うから私が出れば私の方がスマートだと思うからね。そういるんですね。その人もこの間 のビデオなんか見てもビデオかのよくないでしょ電源ね。そうあの人の話しかけたら4つのお願いとか7つのお願いで何のお願いかとかあれ思ったら1つのお願い何かあったら結局さばきなんです転換、ね、これが大事ですよ、ね、それからパッとこういうのも大事ですよ、ね、それから同じ転換でもスッとこっちから入るのも大事ですよ、それからこう上がるのも大事ですよ、それからまたこう入り方があります。このことを基本的なことをやってるんですね。それはねその通りでやってもらえるって大事なことなんです。棒にして例えば外回転というのをただやたらにこうやってる方は非常に多いんですよ。そこにはその意味合いがある。例えば四角に入るとそこに行くだけね。ということはこっちにも申し上げるこっち逆に頂点ですね。だからスピークがあるけどそれを我々に慌てるとここだとも上がらないんですよ。そういう位置関係ですから普段の稽古の時に上がらないというのは上がらないだからここまで入ろうって稽古するわけですよ。上がったままでは何でもかんでもここにいんだ分ではないんですね。ですからそういうことを考えながら稽古する。そのところをですね考えながら皆さん目々にもいっぺんにありますね転換ね同じ転換で入り身でスッとこう入っていく、ね、あるいはスッとこう入っていく、ね、それから外側にでここまでは踏み落としなんですね。ここでやめる場合もあるし、こういう感じで。まあ、格好を守っていかないと、こういうのね。そこをですね、上にちょっと準備した動画からやってみてください、これはね。普通、選球が何かあるんですよね。ですから、そのぐらいの技もちょっと分かるといまあ、大の2人とね。同じだけの技はないですからね。誤算になってこないなんですから。はい、いいですか。外回転、内回転、どうでもいいです。どうでもいいっておかしいんですけど、どっちでもいいってことになって。いいですか。外側で飛ぶと皆さんね、ここから先にこう行くんです、体が。確かに行くんですけどね、手と体がバラバラじゃないんです。こういったら自分と一緒だところを、だから崩れない。それがこう来てから先に行っちゃうと、ほら、こうしてる。だからよく入り身投げで、正面にして、こうやってこうやって、体がこっち来て、手がこっち来るんですよ。こうやってやってこれ行かないんですよ。同じのそっち見てるこれが。それと同じなんですね、自分のない。手が、はい、スーッと吹いてくる。はい、この手に転換していく。いいですか。まだ、この足に行っちゃダメでしょ。この手はどこに下ろすか。こうやった時に、皆さんがこっち行くんですよ。そうじゃない、自分のところを落とす。で、みんなこう回転投げとか何とかするとね、こっちを落とす。そうじゃない、自分のところを、この落とした時に何が違う。こういう感じ。相手が例えば動かなくても結構ここにいたらここに一つ行けばいい。それをまた先に引いちゃってから落とすと相手がこういう感じで前に持っていかないんですよ。分かりになりますね、そのことね。ですからスーッと、はい、ほらで、そこで投げる。だから投げることよりもそこまでのプロセスというか、その動き、それが大事になります。いいですね。打ち回転にしたらそうです。パッで、それから落としになるかよ。こういう感じです。今の体重が。皆さんはこの先がこうやってみて。ね、その時に打ち上げて自分のこのボールを下ろす。つまりこれ切り下ろしたんです。ですからこう向かって、こういうふうになる。で、出れば思って、そのまんま投げれば、こういう感じです。だから今、外回転を表、内回転を裏だと思ってからね、そういうふうになるんですね。ですからこの上げ方、こうやって、はい、スーッと、はい、これでスーッと。こう入ってて自分の前にあるんですよ、ね、これが1、2ってこれなんですよ。だから全部これなんです。後ろの手もこうなんですよ。こう上がってくる。ほら。こう、ね、腕の次は同じなんですね。ですから、すみません。正面打ちに対しても、はい、20。横面に対しても、はい、スーッと。ね、だから肩取りだってスーッとこれがこう入る。いいか、こう落ちてるわけですよ。だから、今の結局はこう、スーッと手を上げる。それは上がっていくんですよ。そういうコンテンツで手がこうなってダメなんですよ。それですね、こういうここに、この手がこうしたらここにするんですよ。この手がっていうんですよ。だからこの動きして回れるんですよ。よろしいですね。それが意外と動きはこう入ってきてこう展開したんだけど、こうなってるだけが結構多いんですよ。それからこっち持ってこっちですね。だから下ろしたいからこのまま下ろしてきちゃう。自分の前になるんですよ。ですから物手に投げてもここになきゃいけない。こうなっちゃう。ですとなかなかいらない。
くなっちゃうと、そのままこっちでこうやって向き合っちゃうでしょ。ですから、なるだけでしたら、これを持って、ここに持って、自然にこうに、ですから、ゲット。ですから、ゲットしなくていい。ですから、回転投げでしたら、今みたいな、こう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 、今日でもね、こうしてこの動きをスーッと導くんですよ。